どうも、新宿カウボーイ金木です。伊沢です。新宿カウボーイの中年の主張でございます。伊沢です。はい、お願いします。野球見てたらさ、はいはい、すごいの見ちゃってさ。すごいの、うん、はい。今まで見たことないんだけどさ、うん、審判がさ、うん、ピッチャーに向かってさ、ああ、ロッテの、ロッテの、はい、マジでなんか喧嘩しに行くみたいなやつ見たんだけどさ、マジでやばいなと思って。あれってすごくない？あれ知ってる？あのそのニュースっていうかさ。ニュースは知ってる。ピッチャーが投げて、うん、ピッチャーはまあストライクだと思ったけど、うん、ちょっとあれみたいな、ボールって言われて、うん、うん、みたいなことしたらさ、うんうん、主審がさ、マスク取ってよ、なんだ、もうかんのかみたいな感じでさ、うん、やばいよな。いや、そう、どう、あれな、あれって、いや、一瞬、こんなこと普段ないよなと思ったもん。ないでしょ。そのリアルタイムでは見てないけど、そのニュースを見たときに、あれこんなことあんのかな、野球ないよなと思って。あ、なんかいや、選手に喧嘩売り行く審判やばくない？そうでさ、結構いろんなさ、うん、あの OB の人とかさ、うんうんうん、野球好きの人の意見とか見るけどさ、まあ基本的にはさ、やっぱピッチャーがそんな態度を表したら損するから表さない方がいいよ、うん、っていう論調なの、うん、基本的にはね、うん、だけど審判もあれおかしいよねっていうのが多いんだけどさ、うん、それ なんであんな態度でのかね。もうめちゃくちゃ腹立ったのかな。いや、腹立ったんでしょう。なんでそんな顔すんのってこと。だから、でさ、その前審判やってた人が、うん、昔はさ、なんか選手に舐められないようになんか、うん、なんか指導するみたいなこと言ってたんだけどさ、うんうん、どういうことなのと思うんだ俺なんで審判が指導すんのみたいな。ああね、だから、いや、なんか尺に触ったんだ。もともと昔は野球選手だった人が辞めて審判やってたから、うん、でそういうことではまあ 先輩だから、うん、まあね、まあ、若い人にちょっと、ね、まあ、指導っていうのは分かるけどさ、うん、多分その切れた人さ、うん、出が審判で野球選手じゃないでしょ。あ、もう一切プレイヤーは、俺プレイヤーとして知らないもん。だから多分違うんだと思うんだけど、うん、あ、だからまあ普通にね、間違ったら高校とかやってたの、まあ、野球自体はやってたんだろうけど、プロとかそんなのやってないってことね、うん、そうそうそう。いや、だからあれじゃない、うん、なんまあまだ二十歳じゃん。二十歳あのピッチャーの方ね、うん、そうそうそう。だからちょっと若造がとか、ちょっと調子がいいから、うん、調子乗ってんのかみたいなね、うん、ってことなんだろうけど、うん、でそれがもう完全に、うん、てめえなんだこの野郎ってマウンドに行っちゃうっていう、すっごい怖いなと思ってさ、うん、いや、よくさ、ほら判定がさ、うん、違う判定によってちょっと、うん、おー、なんだなんだってベンチから飛び出してきた監督とかね、うんうんうん、はそういうのは見たことあるよ。あるじゃん、正直。でもさ、本来ならあそこまでならないような出来事ぐらいだよね、うん。露骨にさ、ピッチャーの方が、なんだこの野郎とか、だったらまだストライクだろうとかって言ったんだったらね。言ってりゃ分かるけどさ。うん、で、なんかその審判に、まあ、文句は言っちゃいけないっていうルールはあるらしいんだよ。例えばバッターがさ、ボールだと思ったらストライクって言われてさ、うんうんうん、まあ、ここお前、ベースのギリだろうみたいなことをさ、うんうん、バットで引いたらさ、うん、お前侮辱してるって言って退場とかよく見たことあるんだけどさ。うんうんうん、別に、うわーって言ってる人に向かってさ、俺なんだってね、この野郎ってさ、これただのやからだろ。いやいや、当たり屋みたいなさ、なんかめっちゃ怖くない？怖いよ。あれ、キャッチャーの人が ね、まあまあ止めに入ったからあれだけど、キャッチャーのはね、だってあれってさ、まあ選手が怒った時はさ、他の選手が止めたりあるじゃん、うんうん、でも審判の場合ってさ、うん、だ一塁とか三塁手、三塁の審判が駆け寄る、ね、もうやめろやめろって。でもその空気なかったよね。なかっただからあんまりあれだから、そんなことで切れんなよ、激高してるしな、また面倒くさいやつ切れたなみたいな、面倒くせえなってなっちゃったのかな。激高してたもんな、あんな激高してさ、その後冷静にストライクだボールとか言えるのかな。いや言えないよ、絶対さっきのもう怒りがあるから冷静に見てないでしょ、球もうずっと。で、そもそも球見えてるのかなと思うけど、あんな佐々木朗希ってめちゃくちゃ球速いからさ、うん、そうそう、あの人ね、見えてるのかなと思って、
うん、まあ、勘で言ってんじゃないかとかさ。いや、まあ、そう、他別にあの審判だけじゃなくて ね、まあ、ね、他の審判もさ、早すぎてね、早すぎてさ、あんな後ろから見ててさ、これストライクかなボールかなって俺分かんねえんじゃないかなと思って、なんとなくこの辺だったらストライクかなとかさ、うん、早すぎるとね、いや、すごいよな、あんな喧嘩腰になってさ、審判をだって退場させることできないじゃん。そう、だからそれはだってあれがさ、逆の立場だったらさ、うん、ピッチャーがあれを審判にやったらもう即退場って、即退場じゃん、うん、退場って言えないもんね。言えないしね。だから審判だから、審判が絶対なんだよ、うん、絶対だからさ、こそさ、あんな切れたらさ、うん、感情的になっちゃダメだ、ダメだよな、うん、いや、もちろんさ、あのジャッジが正しいっていう、うん、まあ、大前提があって堂々としてないとダメだと思うけどね。そう、いや、それこそさ、ね、ストライクって言ったけど、いや、ボールじゃないけど、ああ、じゃあボールでいいですとか、そのそんなことや、コロコロ変えて、そうそう、それは絶対ダメなことだから、あ、ごめんごめん、今ストライクだったね、変えてください、うん、いいよ、いいよ、ストライクってなったらストライクでいいよとかね。いや、それじゃダメだけど、でもだからといってあれはちょっと、なんていうのかな、完全に、いや、あれがさ、二十歳の佐々木朗希だったからさ、うんうん、つかつかって言ったんじゃないかって気もするしさ、なるほど、ね、めちゃくちゃさ、怖そうなさ、ムッキムキのさ、助っ人外国人にさ、うん、やられたら行くんかなとかさ、いや、まあ、それはあるよね、うん、確かに人見てやってんじゃないかなとかさ、いや、それはさ、ピッチャーもあるじゃん、あの外国人バッターとかでも行く人は行く、行く人は行くけどね、行く人行くけどさ、うん、すぐ逃げる人もいる、すぐ逃げる人もいるからさ、うん、すごいね。でもあれ処分なかったんだよね、処分なしだから、うん、審判だからないんじゃないし、うん、で、まあ、言うこともありませんみたいなこと言うじゃん、うんうん、何だったんですかあれ、うん、言うことありませんいや、そこ言ってくれないとさ、みんなモヤモヤするじゃん、選手もモヤモヤするしさ、うん、見てるファンもモヤモヤするしさ、なんかあれじゃない、プライベートで何かあったじゃん、あったかな、むしゃくしゃしたのかなそれか試合前に何かあったのか、何かあったのかな、うん、その なんかちょっとむしゃくしゃしてたんじゃない、そもそもいや、でもさ、まあ、でもそれでジャッジされるのは困るんだけどね、審判も大変だと思うけどさ、うん、でも審判でさ、あ、メジャーの審判でさ、そんな人あんま見たことないんだけどさ、うん、見逃し三振した時にさ、すげえ派手なポーズ取る審判いるんだよ、うん、昔から、うんうんうん、あのよくね、野球見てるけど、うんうん、あれさ、主審の時だけさ、あんな派手なポーズするんだけどさ、うん、普通に一塁の審判とかさ、三塁の審判、うん、二塁の審判やってる時にさ、うん、全然派手なポーズやんないじゃんこれ何なんだろうな、あ、でもいない、いや、なんかファーストとか、際どい時、あーとかいるけど、あーとか、あーとか、あーとか、あーはいるけど、普通のさ、なんでもない、ただのアウトの時もさ、あ、なんか普通に流し振りとかやんじゃん確かに気持ち、なんだろう、やっぱり自分に酔ってんのかな、ただストライクでさ、うん、すんごいポーズで、あーってなんか三振ポーズ取るシーンだけどさ、うん、何やってんだろうって俺いつも思うの別にあなたを見たくないんですよいやいや、見たい人はいるからなんでそんな派手な格好してるんですか、目立ちたいんですかって思う、いや、いるじゃん、たまにずっと審判の格好してスタンドでずっと審判やってるファンの人とか、いないよそんな人、いや、いるよ、俺見たことあるもん、テレビで、それは異常だよ見たくないずっとさらーっとかでやってるそれだったらさ、まあ、マンジみたいになって、そう、マンジの人もさ、そうなんだけどさ、俺なんか昨日見てたけどさ、明らかにボールなのにさ、うん、ボールっぽかったの、俺からしたらね、はいはいはい、なんか、うん、ポーズ決めてるからさで、バッターもさ、唖然としててさいや、あれじゃない、これ、俺今思ったけど、際どい時こそ、うん、どっちだろうと思った時は、もう乗ってるから、乗ってるっていうか、うん、そこでストライクって言ったら、ぐらいなテンションだったら、うん、いやいや、ボールってボールじゃないのとかなんか言われたくないから、もう威圧してるってこと、もう威圧、もうストライクって、こっちはもうストライクでしょって、もう何も言わせませんみたいな、しょうがないみたいな、威圧してんの、いや、なんかだ、そう、いや、いいんだけどさ、まあそういう人ならそういう人でいいんだけどさ、うん、主審の時とさ、一塁塁審やってる時さ、うん、もうやってほしいんだよね、そういう人だって思わせてほしい、あ、なるほどね、うん、それこそさ、ストライクで満塁でさ、三振見逃しってやんだったらさ、うん、普通のアウトの時は満塁とかやってほしいの、ああ、なるほど、うるさくてしょうがないだろだったら、あ、でもそういう人なんだってわかるじゃんなるほど、ね、あの審判ああいう派で、うん、あ、なんか目立ちたい人なのかなとか思うけどさ、アンパイアやってる時はなんかさ、急に派手なポーズ、まあ、練習してるからな、あ、いの、
いやだからやっぱりでも一瞬で判断をしないとダメだから、やっぱりそれだけのやっぱり気持ちを込めてやっぱり言わないとダメなんじゃない、あの際どい時は。だからカッてなるんじゃない、ストライクでいいじゃん。まあまあ本来はこれストライクでいいの。でも普通の普通のストライクもストライク、メジャーの審判なんかほんとあっさりしてるよ、うん、見逃し三振だったらえいいっすみたいな感じそれでいいけどな。いやでももうそれを見て育ってるというか、オリジナルのポーズを、うん、なんかあんのかな。いや別にルールブックにあんのかな、審判オリジナルのストライクポーズしなきゃいけないとか。いややっぱある、いやいや、ルールはないだろうけど、なんとなくそれで試合呼ばれたりするのかな、あの人ちょっと人気だからちょっと呼ぼうかみたいな、興行出したプロ野球も、うん、そうそうそう、そういうのあんのかな、うん、いやだからあの別に何の迷惑でもないけど、うん、電車の車掌さんだってさ、うん、あの別にルール上あの声で喋ってくださいっていうのは多分ないと思う、うんうん、別に次は池袋を池袋でいいわけで、うんうん、でもなんとなくでもうやっぱり憧れもあって、なんか電車マニアみたいな人ね、うん、池袋池袋とかなんかちょっと声変えたくなる、うん、だそれと同じ感じじゃない、やっぱり審判マニアだったってこと、マニアというか審判はやっぱりこれが醍醐味だっていう、分かんないなアウトもやってほしいけど、アウトセーフ、うん、派手なふうにやったし、やるんだったらね、やるんだったら、うん、だからやらないことはセーフ、セーフ、ああもうやってほしい余裕でセーフだけどね、余裕でセーフだけど余裕でセーフだけど、ね、だけどやってほしいそういう人なんだって思うじゃん、それだったら見逃し三振の時もベース踏んでかなり通り抜けた後だけど、もうだってもう投げてない、一塁にも投げてないような、セーフないけどランナーがね一塁にベース踏んだ瞬間にさあの人はかっこいい人なんだじゃああの見逃し三振の時も分かるわってなんか完全なアウトの時もね、もう全然ランナーもほとんど走ってないけどファーストに球いってあやっとしてああそれは年だよ、疲れ持たないよ多分9回そこはもう体力やる、まあそうね、そこはもう鍛えてもらわないと、それだそういう、それだったら、うん、その派手な見逃し三振ポーズも俺分かんない、確かにね、うん、うん、いやー、はい、ね、なんかいろいろあるしね、はい、ありがとうございました。